はい、おはようございます。漫画スクリプトドクター後藤です。今日はですね、どうしてもストーリーが固くなってしまうとか、ストーリーのパズルを組み合わせてもなかなかうまく組み合わさらなくて、何度も何度もそのパズルを直してしまうとか、そういうなかなかストーリーが出来上がらないな、ちょっと苦しいなって思ってる人っていうのは結構多いのかもしれないなと思って、そのためにはね、いろいろそれ原因と対策はいろいろあると思うんだけど、その中の一つ、今僕が思い当たっているこれをお話しようと思ってることがあるので、お話していきたいなと思ってます。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて、漫画作りを楽しくしていくことを応援していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。ここら辺に応援ボタンがあります。スマートフォンの場合は下に赤いチャンネル登録ボタンがございます。さあ、そうなんですよ。ストーリーっていうのがね、なかなか組み合わらない、固くなっちゃう。そしてあとは、なんかこんな、ね、このキャラこんなことしないんじゃないかとか、だからストーリーおかしいんじゃないか、ストーリー直さなくちゃみたいなことっていうのを、ずっとトライし続けてなかなか出来上がらないなねとか、あとはギリギリまで、原稿に入れないなって、時間が迫ってきて締め切りになっちゃうなとか、そういう風に悩んでる人っていうのは結構多いかもしれないなと思っていて、でまずね、今日は僕このストーリーに悩んでたり、ストーリーにが固くなっちゃって、もうこの道しかないんだよなとか、そのパズルを組んで組んでっていうしてる人に共通して見られる傾向みたいなのがちょっと一個思い当たってるのがあって、全ての人に適用されるわけじゃないからね、気をつけてほしいんですけど、でまずね、まあ、答えから言っちゃうと、演出力ですね。演出力について、そもそも理解がなかったり、演出するんだっていう気持ちがないと、ストーリーに頼りすぎるんですね。それでストーリーに負荷がかかりすぎていて、うまくいってないっていうね、ちょっと今何言ってるか分かんないと思うんで、ゆっくり解説していこうと思います。まずね、そもそもこの話いろんなところでしてるんだけれども、また改めてね、どこかでしっかりお伝えはしたいんだけれども、漫画っていうのは原作作りの部分っていう、ストーリーを作るっていう部分と、それができた後に、伝えていくっていうね、皆さんこの後さらにそれを伝えるんだっていうのがね、違う作業なんだと。ストーリーを作るっていうのと、ね、それを小回りにして伝えていくっていうのは2段階漫画っていうのはあるんだよね。でそのストーリー作りの部分でみんなそのうまくいかないな、これしっかり組まなくちゃなって思ってるのは、その演出で伝える部分っていうのに全然その力を割いてないというか、ここを信じてないというか、ここの力を、この伝えるというところを、でだからこっちで全て何とかしちゃおうと思ってるんだけど、やっぱりそれってすごいこっちが負荷かかるとか、こっちでやらなくちゃいけないことが多くなりすぎて、そうするとストーリーをなんかこう、なんだろう、右往左往しちゃったりするんですね。それは何でかというと、伝えることがストーリーを使わないと伝えられないっていう人がいて、そうすると、まあ、それが演出力がね、まだまだ足りてないからそういう風になっちゃうんだけど、それだとストーリーをパズルのように組まなくちゃいけなくなっちゃう。じゃあ例えばどんなことにしましょうか。じゃあ今ね、この主人公がとっても寒がりであるとかね、そういうことを伝えるときに、ね、寒がりであるのを伝えるときに、皆さんどういうふうに今考えましたか。ね、この中で今考えている、今皆さんが、ね、これちょうどあれかも、診断テストになるかもしれないけど、今じゃあ寒がりであることを伝えてください、ね、キャラ、その主人公がって言った時に、頭の中でじゃあまず、ね、すごい寒いところに行かせようと、ですごい寒いところに、あ、もう気温が例えば下がりましたと、ね、今もう冬になりました、そしてその主人公がガタガタ震えてますみたいな、ことが思い浮かんだ人っていうのは、やっぱりややストーリーに頼ってるんですよ。それっていうのはもう世界が、ね、まずあのその世界が今ちょっと気温が下がって冬になりましたっていう、まず状況を作ってあげて、でそこに主人公がテクテク歩いてきて、うわなんて今日は寒いんだ、うわさブル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 ねっていう、その話の流れの中でその主人公が寒がりであるっていうことを伝えようとしているんだと思うんだけど、でもこれ本当は演出力って、伝える力があればもう一コマぐらいでその主人公がめちゃめちゃ寒がりにね、伝えることとかできて、例えばじゃあどうすればいいかな、もうまず一コマでめっちゃ着込んでいると、すげえ着込んでて他の人が薄いなのにとかね、それだけでも伝わるかもしれないし、もしくはもう北海道とかをもうね5個ぐらい持ってて、今日足りるかなこれでとか言ってたら、ね、もしかしたらそれでも伝わるかもしれないし、みたいな感じでほんの短く
一コマとかでも、そのどんなストーリーのどんな出だしでどんな場所だろうと、そのキャラクターっていうのが、そういう人であるっていうのを一コマぐらいで紹介できちゃったら、わざわざそのストーリーを作る必要って実はそんなにないんだよね。でもその一コマとか一つのセリフとかで伝えることができないと、その伝えるがためにストーリーを作らなくちゃいけなくて、たくさんストーリーが必要になって、苦労してしまうって、そういう感じ。他にも例題出そうかな。なんかじゃあ例えば、すごいこの人が大食いであるとキャラクターよくいるじゃないですか。もうガツガツ食う、悟空みたいに食うね、ガツガツ食うやつが大食いであるっていうのを示すためにどうやってしますかって言った時に、じゃあやっぱりレストランを用意して、もう大量たくさんのご飯を作ってね、もうそれをガツ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 食べているっていうね、そういうことをやるのももちろんありますよ。でもそれでもそうするとたくさんの料理が運ばれてくる、ガツガツ食ってる、まだまだ食ってるみたいな 2,3 コマ必要になってくるのかな。少なくともね、それでもまあ 2,3 コマでできちゃうんだったらまだいいけど、でもそれでも それしか思い浮かばないというのであると、どうしても今度は料理店じゃなくちゃいけなくなるじゃないですかね。料理店とかもしくは別にご飯を食べる場所じゃなくちゃいけなくなるじゃないですか。そうするとストーリーがすごい限定されちゃうんですよ。そのね、料理店出さなくちゃいけなくなる。じゃあ料理店の近くになんかね、用意するなんだろう、料理店の近くに行くような何か出来事とかストーリーを用意しなくちゃいけなくなるなとかね。そうすると、じゃあどうするみたいな、ここの時点で料理店が必要ってことは、なんか他に なんだろうそのストーリーをそういうなんかなんだろう、回り道してそっちに行かなくちゃいけなくなっちゃったりするよね。でもこれが例えば大食いであることを、もうただ一コマ出てる時に、そうだな、なんかカロリーメイトみたいなのたくさんもう持ってて食べてね、登場するとかね、まあそれだけでもうカロリーメイトたくさん持ってるっていうだけで、もうそれで大食いであることとかがもうね、ボリボリ食べててねっていうので、もう紹介できちゃうんであればどこでもできるじゃないですか。そしたらすごく自由になるよね。どこから登場したってそれが表現できるわけだからね。そんな感じで短く伝える力っていうのが、備わると、ストーリーっていうのがすごく自由になっていくんですね。もう逆に言うと、このストーリーじゃなくちゃいけないと、ここで、ね、例えば登場シーンで、ね、主人公の登場シーンで誰かを助けなくちゃいけない、つまり強さを表現するために、ね、助けるという行為でしかその強さを、ね、出すことができないと、もうじゃあ絶対最終的に襲われてなくちゃいけないとか、どんどんストーリーが固くなっていくんですね。もうそれしか見えてないっていう、これっていうのは基本的にはもうまだまだね、その伝える力っていうところがまだ足りてないというか、そもそもそこに着目できてないっていうことが多くて、ね、そうやってなんとかできちゃうんだよっていうことを知っているだけですごく自由になれるんだよなと思ってますので、ね、まず短く伝える力っていうのを作ってあげる、ね、今その主人公の設定とか、何か伝えなくちゃいけないことっていうのがあった時に、ね、まあ、やっぱり人物とかのことが多いかな。人物伝える時にそれをいかに短く伝えてあげられるかっていう、もう本当ね、皆さんまずは一コマで伝えるっていうこととかをね、挑戦してみてもらうといいんじゃないのかな。多分キャラ立てとかにも近いことになると思いますね。やっぱ難しいんだよね。その感情ではないじゃないですか。その感情っていうのは結構伝えられるのよね。一コマでとか伝えるのもさ、例えば悲しい時に悲しい顔させるコマとかでまあまあ伝わるんだけど、実はそのある種情報ですよね。大食いである寒がりであるっていうのは感情ではないじゃないですか。それを伝える時に、ストーリーではなくほんの一コマとか、これこそまさにね、本当キャラ立てとかにも近い技術だと思うんですね。キャラ立てっていうのはね、もうそのキャラがパッと分からせるために、例えばじゃあそれはキャラクターの、ね、仮にね、じゃあ信念とかでもよく伝わるとするんだけど、もちろんそれだけじゃないけどね、例えばじゃあ信念を伝えるとかも、これもやっぱり情報の一つなんですよね。これをパッと一コマで伝えられたりするとキャラ立てにもなるし、だからこの技術、演出力っていうやつだよね、これがついてくれるとストーリーも自由になるぞ、すごくと、ね、なのでもちろんね、今ストーリーに苦労してる人でストーリーそのものに問題があることも当然あります、あるけれども、まずそこを揉みほぐし、自由なストーリーを組ませられるようになるためにも、まず伝える力、演出力にも力を入れてもらえるとね、いいんじゃないのかなって思っているという、今日は演出力についてのお話でした。さあ、じゃあね、ちょっとはね、そのストーリーの組み立てで苦労してる人がね、少しでも楽になったらいいなと思ってます。
さあ画面右下にチャンネル登録ボタンがあります。スマートフォンの場合は下に赤いチャンネル登録ボタンがあります。あとはね、何かこう感想とかありましたらツイートとか、引用リツイートでも何でもお待ちしております。あとはね、何か聞きたいこととかあったらどこでもコメント欄でもいいしツイートでもいいしお待ちしております。それからファンボックスもね、ありますので、ファンボックスも無料で見れる動画他にもいっぱいありますので、よかったら見てみてください。じゃあこんな感じです。また次回です。またねー。